ロ側に来るとちょっと晴れるんだね。いつもやっぱり羅臼側が曇るんだな。虹です。見えるかな。わー、あのカムイワッカ湯の滝が今年からかな、事前予約制になったらしくて、あの急に思い立ってスコーンって行けなくなったらしいですよ。で、20キロぐらいの砂利道ダートなんで、結構ね、パンクしてる人いるから。私も昔一回行ったけど、パンクはしなかったけど、その後パンクしてる人を見た。だね、長い旅行の時はね、私はあんまり行きたくない。わー、綺麗だね、こっち側。何だったんだろう、あっちの羅臼側。すごい変わりようだよ。女心みたいだよね。こっから小ループ大ループっていけるんだけど、大ループは90分、小ループ40分、目途にしときましょう。知床世界自然遺産、知床国立公園で、こっから木道。ゆっくりね、写真撮ったり歩いたりして景色見たりすると20分ぐらいかなかかりますね。
知り合いとか9時から5時、ここにもレストランが全部初めて見た。ポテトコタ。あ、ポテコタ。これ美味しい。昆布も美味しいんだけど、利尻昆布の方が美味しい。小さい声でしか言えないけど。水かけとこうかな。出発。
やってまっすぐに見えるかな。で、シャリの方から来た時も来れるけど、こんなまっすぐには見えてない感じ。往復するといいかもね。ちょっとルートを外れて、どうしても食べたいものを買いに来ました。肉醤さん、まだ食べる？まだいるの？食べる？どれどれ。食べるのゆっくりだね。味わって食べてんのはいいことだね。さっきの子あっという間に食べちゃってたよ。ダメ、うん、ダメ、ダメに、ね、分かったよ。僕のね、僕のなのね。ぽーいって。すごい食いしん坊、乗っかってきたよ、手に。食いしん坊やの。もう餌袋パンパンやろ。
タテバーガー、これ美味しいの。これ絶対食べた方がいいと思う。このバンズもね、美味しくてね、こんな感じ。いただきます。うまい。うまい。うん。うん。うん。揚げたフライが入ってて、ホタテのフライが入ってて。2個3個から選べて、ホタテがこれ2個にしたで、レタスもシャキシャキでね、すごい美味しい。うん、美味しかった。食べんの遅い、私がものの5分で食べちゃったこれならもう一個食べれるぐらい本当に美味しい。ごちそうさまでした。北海道といえばトウキビ茶、これ美味しい、すごい美味しいよ。じゃあロコ、遠い、遠かった。いいお湯でした。今日は長い運転でした。もうラオスからウトロを寄って、あ、知床五湖の木道を見て、ウトロ寄って朝ごはん食べて、おしんこしんの滝を見て、そして網走に、あ、ちゃちゃちゃ、その前にどうしても食べたいものを買いに寄って、そして網走のシマリスを見て、でサロンマークを見て、ハンバ、ホタテバーガー買って、そしてくっちゃろこだもん、一日中運転って乾杯。んだうまい、あ、うまい、うまい、うまい、たまらんけ。
サルマのホタテバーガーのところで、ホタテの貝柱のお刺身があったから買ってきちゃった。食べもあるし、わさび乗っけてよ。わさび好きだからね。いっぱい。よし。いっぱい乗っけて、で、醤油。いただきます。これで200円だもん。安いよね。いただきます。新鮮なホタテはね、サクサクする。サクサク。ハエというお客様が一匹いらっしゃる。私にはハエしかやらないもんな。おいしい。くちゃろこも混んでるね。あの動画ナンバーとレンタカーが多いかな。そうだよね、本州まだ夏休みだもんね。どうしても食べたかったのってこれ、知床牛肉商さんのね、これ2回目。いつだ、漁船に乗った日かな、今年の1月にいただいて、もう忘れられなくてこれを3枚でこのお値段本当美味しいの、これ本当に美味しい。あのこっち方面に来たら絶対食べた方がいいと思う。魚介もいいけどお肉も美味しいよ。いやー、これこれで栗っていう部分なんだって。ここのこの部分、牛さんのこの部分ものすごい。で、知床牛って売ってないから、この肉商さんでしか売ってないのね、東もこと。だからちょっとあの北海道一周のルートから外れたんだけど、でもどうしてもどうしても食べたくて具合で、適度にサシも入ってて全然ね脂っこくないの、これ。いや本当にね、知床牛ね、あの日本三大和牛より美味しいと思う、私の勝手な感想です。じゃあこれをまず少し割り下入れて、水晶ごわっと、暑いなあ、しゃあないな、しゃあないっすな、しゃあないね。だよ、そんなことよりもだよ、これこれ本当に美味しいから、本当に美味しいよ。うわあ、
入れちゃった。これをちょっとこっち受けといて。わあ、わあ、どうしようこれ。わわわわわわわ。これあれだね。ちょっと卵先。北海道卵復活。いつの間にか。熱い。わわわわわ。なのかな。わ、大きいんだもん一枚がこれ。はい、いただきます。知床牛。うわ。よだれが出るもん。いただきます。うん。口に入れた瞬間から美味しい。笑っちゃうなこれ。多分ね、このキャンプ場でね、この知床牛食べてるの私だけだと思う。わかんないけど。うまい。結構肉厚で大きいのこれ。うん、うん。幸せ。肉匠さんってお店が東もことにあるんだけど、ちょっと待ってね。東もことにあるんだけど、そのご近所の人とかはすき焼きとかしゃぶしゃぶを牛で食べるっていう習慣がないみたいで、焼肉かステーキかどっちかで買っていくんですって。でお店にもすき焼き用とかってなんかね書いてあるんだけど、これどうやって食べるのって
最初の頃はすごい聞かれたって。その牛肉をすき焼きとかしゃぶしゃぶで食べる習慣がないみたいで、あの札幌はちょっと違うらしいんですよ。あの食文化がやっぱりちょっと方法でね、ちょっと東京チックみたいな感じがあるんで、でしゃぶしゃぶって言ったらジンギスカンのラム肉とかってやっぱりなんかなってるみたいなんだよね。うまい。これね、一人だったら2枚で十分かも。いや、私はなんだけど、食べ応え抜群。うん、いや、これビールでしょ。ちょっと待って、ビールだね。スーパードライ。スーパードライが大好きで、お酒は辛口じゃないとあまりちょっと好きじゃないか。ちょっと苦手なのがサントリーモルツとエビス、口の中にまたーってするのがちょっと苦手。私はね、私はって言っとかないとなんかふんじゃかんじゃ言われてもね困っちゃうから。あー、おいしい。わあ、一枚目最後よだれ出ちゃう。うん。ほんとね、私車中飯でこんなに美味しい表現してんの、私知床牛以外多分ないと思う。ないと思う。野菜も食べるかな。ね、うちのお客さんが私の YouTube を見て、本当に知床牛が食べたくなるって、食べてみたくなるって言ってました。野菜も入れて、豆腐はトカチね。大豆はトカチ。水どうすかな。いっちゃうか。あ、もう一枚食べてからの方がいいか。なんか北海道一周しようって思ったのも別に普通に思いつきで、北海道一周しようかなって思って、本当はあのちらっとちょっとね、本州、まあ本州のあるところにちょっと行こうかなと思ったんだけど、ちょっとね、動画的にみたいなことを考えるようになっちゃって、あ、やっぱ北海道かなって
で昨日とついかな、あのゆる旅チャンネルさんに会った時に、やっぱり北海道は強いよってそうなんだと思って、地元民わかんない、そんなの北海道の良さなんて全くわかんないもん。本州の方がなんか魅力的になんか見えちゃうもんな。でもなんだろうな、その動画的にも北海道の動画の方がやっぱり人気だよっていう話をされてて、あ、そうなんだなって。今まで私来るね、この経験を持つまで、なんでみんな北海道言うのかあんまりよく分かってなくてこれ贅沢だって言われたんだけど、あんまよく分かってなくて、何がそんなにいいのかなって。でもこうやってね、去年からこの経験買ってもう1年になるんですけど、それで回り始めてああ北海道っていいんだなって今さらなんか、あの札幌に住んでるとね、なんだろう、分かんないっちゃ分かんないですよね。あのこの北海道の大自然の良さとかで、食事ね、こういう食事も本州に行かないと分かんないかなって思いましたね。あの特になんかじゃがいもを向こうで食べた時は、えこれじゃがいもって思ったぐらいなんで、でお米もやっぱりそうだし、お米もやっぱ北海道美味しいんですよね。新潟にはかないませんよ。お米も美味しいし、野菜も美味しいし、まあ、魚介はもちろんのこと、お肉も美味しいし、もう全部北海道内で賄えてるじゃないっていうね。でスイーツ私はあんまり食べないんだけど、スイーツも美味しいじゃないですか、きっと。まあ十勝がね、小豆でいう豆製品をね、十勝が結構育ててるからスイーツも美味しいんでしょうね。ちょっと私は甘いものあんまり食べないんで、あんまりちょっとその良さは分かってないですその良さは分かってない。でビールも美味しいし、まあクラシックもあるけどね私スーパードライだけど、